アルゼンチン経済の歴史は経済学の研究対象として非常に高い関心を集めている主題である。アルゼンチンはアルゼンチンのパラドックスとも言われる得意な歴史を経ているからだ。アルゼンチンは20世紀初めに加速度的な経済発展を遂げながら、その後の調落もまた加速度的であり、その原因については豊富な論文が書かれて様々に分析されてきた。 アルゼンチンは1816年にスペインから独立して以降8度の債務不履行を経験している。インフレ率が2桁に達したことも1回や2回ではなく最高で5000%ものインフレーションに合い大幅な通貨切り下げを繰り返した。アルゼンチンは広大で肥沃な国土に恵まれ農業においては比較優位を持っており、 それに支えられて1860年から1930年にかけて力強い経済成長を果たした。20世紀前半の30年間でアルゼンチンの人口、総所得、一人当たり国民所得はカナダとオーストラリアを上回っている。1913年までにアルゼンチンはこの一人当たりの国民所得で世界十四に入る裕福な国になった。 しかし1930年代以降、アルゼンチン経済の調落には著しいものがあった。この衰退の原因として、最も重要な要素を一つ挙げるとすれば、1930年以降の政情不安定化だろう。1930年にクーデターが勃発して、軍事政権が誕生し、70年間に及んだ文民による立憲政治は終わりを迎えた。 マクロ経済学的には、アルゼンチンは大強行までは極めて安定的かつ、堅実な国家だったが、強行が起こってからは、最も不安定な国に数えられるようになった。にもかかわらず、1962年までアルゼンチンは一人、あたりの GDP が、かつての創始国であるスペインは言うに及ばず、オーストラリア、イタリア、日本よりも高かった。 1930年代から70年代に時の政権は経済の自給自足を達成するために輸入代替を追求する戦略をとっていた。しかし政府が工業の発展を推奨したことで資本は分散し農業生産は劇的に減少した。輸入代替を目指した時期は1976年までだがこの頃から政府の支出が増大し、 大幅な賃上げと生産性の悪化によって1980年代まで大きく慢性的なインフレが生じた。最後の独裁政権の時代に成立した様々な法案も莫大な対外債務を発生させた原因の一つであり、1980年代後半までにその金額は GNP の4分の3にも達していた。1990年代初頭に 政府はインフレを抑制するためにアルゼンチンペソをベドルと同じ価値を持つ貨幣として制度改革をしたほか無数の国有企業を民営化してその収入を国債の残高圧縮に回した。しかしながら20世紀から21世紀への変わり目にも景気交代は止まらず債務不履行に陥り政府は再びペソの切り下げを余儀なくされた。2005年まで経済は回復基調だったが 過去の経済危機を根拠にした、司法判断により2014年には再び債務、不履行を経験した。そして2020年4月6日、現在、事実上9度目のデフォルト状態に陥っている。スペイン帝国の一部であった、メキシコやペルーと比べると、植民地時代に、今日のアルゼンチンにあたる土地には、経済的利点というべきものが少なかった。 そのためスペインの植民地経済においても、軽んじられていた。近郊などの地下資源もなく、エコミエンダ製を敷くほど原住民もいなかったのである。人口がまばらであることは、17世紀に発達した、ニューメラシーの面でも不利であった。しかし、18世紀半ばにインディオとの交流が進んだことで、ペリューに先駆けて早い時代からニューメラシーが発達した。 ニューメいラシーの工場は近代初期における発展の指標の一つであり、植民地時代のアルゼンチンが急速に著しいほど発展を見せた理由でもある。1868年に撮影されたガウチョの写真。アルゼンチンの国土の大半に牧場経営が広がったのは彼らのおかげである。この時代に人々が住んでいたのは、 今日の国土の3分の2ほどであり、パタゴニア高原からなる残りの3分の1は現在に至るまで人口密度が薄いままである。農業と畜産分野における生産物は生産者自身もしく和小規模な現地市場で大半を消費しており、国外に輸出されるのはようやく18世紀の終わりを迎える頃になってからだった。16世紀から18世紀末までの時代は、 互いに遠く離れた地域ごとに自給自足の経済が営まれていたことがその特徴に挙げられる。陸路や海、川を利用した交通は存在せず、陸運も決して安全ではなく困難な作業であった。しかし18世紀末にはかなり大規模な国民経済が誕生しており、それまでは存在しなかった地域間での大規模な資本、労働力、 物資の行き来が行われる市場が形成された。ミルシアデスペナのような歴史学者は、この時代のアメリカ大陸を全資本主義機とみなしており、沿海都市の生産物の大半が国外市場に持ち込まれていたとしている。一方で、ロドループ・イグロスはエンコミエンダ性ないし奴隷性のような関係性に基づいた封建社会だったと考えている。ノルベルト・ガラスソとエンリケ・リベラは、 資本主義期でも封建制でもなく、スペイン文明との相互作用の結果生まれたハイブリッド社会だったという説を唱えている。つまり、封建制から資本主義への移行期であり、原住民は当時も戦死時代の暮らしをしていたという考え方である。アルゼンチンの各地方には国外との交易活動と密接に結びつくような、 産業がなく、いわゆる封鎖経済であったため情報的にも遮断されていた。そのため労働力や資本の移動による恩恵に乏しく交易を行っていた他の植民地国家からは大きく遅れを取ることになった。繁栄と言えるほどの活況にあったのは積極的に輸出が行われていた産業がある街だけだった。例えば織物が製造されていたドクマン。 工業が盛んだったコーチペルーに供給するために家畜を生産していたコルドバとリトラルなどである。法律上、この交易の相手はスペインだけだった。スペイン王は供給先が限定される買い手特選を植民地に強いることでスペインの商人たちが価格を決めて利益を増やせるようにしたのである。しかし、イギリスとポルトガルの商人が密貿易を行ったので、 この回って独占は有名無実であった。パンパスで牛に投げ縄をかける畜産化イギリスは産業革命とアメリカ独立革命を経験する中で南アメリカとの交易を待望していた。この経済的野心からイギリスはまずスペイン領アメリカの主要都市を征服するためにラプラタ戦争を起こしたがスペインの援軍を待たず現在のアルゼンチンと ウルグアイの地元勢力に一度ならず二度までも敗れてしまった。そこでイギリスはナポレオン戦争中にスペインと同盟し、その見返りとして両国間の通称の自由を求めた。バルトロメ・ミトレのような最初期のアルゼンチン人の歴史家はこの自由貿易の起源をマリアーノ・モレーノが書いた経済報告であるアセンダードとは何かに求めている。しかし現在では アポダカカニング条約に結実したようなイギリスとスペイン間の包括的な交渉の結果だと考えられている。複王であったブエノスアイレスのバルタサールイダルゴデシスネロスの失脚もこの流れの中に位置づけられる。ラテンアメリカの他の地域に比べるとアルゼンチン経済の発展に奴隷が果たした役割はほとんどないと言ってよい。これは労働者として 大量の奴隷を必要とする金の採掘や砂糖プランテーションといった産業が存在しなかったことが大きい。例えばブラジルは18世紀には250万人ものアフリカ人を輸入していたが、17世紀から18世紀にかけてブエノスアイレス港に到着したアフリカ人は10万人ほどと推測されていて、それもほとんどがパラグアイ、チリ、ボリビアに連れて行かれた。 植民地時代、畜産のための牧場は18世紀の半ば頃までに整備されていった。1776年にブエノスアイレスを首都とするリオデラ・プラタ副王領の成立とともに、この地域は著しい速度で発展し、スペインと植民地間の自由かつ保護的な貿易を可能にする。1778年の自由貿易法の下で合法的な貿易が希望。 拡大した。しかしこの自由貿易体制はナポレオン時代に崩壊して再び密貿易が横行するようになった。独立感もない時期にアルゼンチンの輸出において重要な地位を担っていたのは牛と羊の生産だった。そして畜産経営を支えていたのはリトラル地方の広大で肥沃な土地である。畜産と比べると農業が比較優位に欠けることは 明らかだった。1810年から1850年にかけて輸出は毎年4%から5%伸び、1850年から1870年には7から8%の伸びを記録した。この成長の背景には国土の拡大と畜産の効率化があった。市場と品目が多様化したことで結果的にアルゼンチンはモノカルチャー経済から脱却し、 その後60年間にわたる経済成長を続けた。織物の価格が下がり、畜産品の価格が上がるという相乗効果で、交易条件は劇的なほど有利になり、物価は1810年から1825年で377%に上がった。フリオアルケンティのロカからフアンマヌエルデロサスまで、犠牲者たちは国土を広げるために原住民たちに戦いを挑んだ。 貧しいガウチョは大抵身近にいる最有力のカウディ・リョにつき連邦派としてブエノスアイレスが主導する政策に反対して内戦を起こした。ブエノスアイレスの市場ブエノスアイレスの土地区上1810年にアルゼンチンが独立すると少数のペニンスラールの商人たちが貿易を牛耳る時代が終わった。1810年の5月革命で発足した。 最初の政府であるプリメラ・フンタは解散するまで保護主義的な方針をとっていた。しかし最初の三党制ではベルナルディーのリバダビアとマヌエル・ガルシアの力でイギリスとの貿易に制限を加えることは極力避けられた。二度目の三党制及びホセ・ヘルバシオ・アルティガスの時代には保護貿易の復活も模索されたが最高失勢官が再び自由貿易を行ったため リオデラ・プラタカ港は当時世界でも有数の自由な経済圏となった。1812年から1816年にかけてブエノスアイレスを中心とした中央集権派と地方を代表する連邦派の断絶が大きくなり、ついには内戦に至った。1820年のセペーダの戦いで連邦派のカウディリョたちがブエノスアイレスを占拠し、内乱には決着がついた。 当時は州ごとに独自の通貨を持っていた上に同じ通貨でも州どころか都市によって価値が違った。マルティン・ロドリゲス政権と大臣のベルナルディのリバダビア、ついでラスエラス、さらに1826年から27年には初代大統領となったリバダビアは幸せの体験といわれる経済計画を推進した。この計画の下で政治的には イギリスの影響力が強くなっていった。その根本には次のような5つの柱があった。完全に自由な貿易をすること、イギリスからの輸入に関して保護的な政策は一切取らないこと、中央銀行の資金供給をイギリス資本が監督すること、完全収入を得る国内唯一の機関として、ブエノスアイレス港を完全に支配すること、 国内の天然資源をイギリスが開発することであり、ブエノスアイレスには中央集権的な国家機関が置かれた。リバダビアが1827年に大統領を辞職するとこの幸せの体験は終わり、連邦派のマヌエル・ドレーゴがブレノスアイレス州知事として権力を掌握した。しかしドレゴはすぐにクーデターを起こされて中央集権派だったフアン・ラバイエに殺された。 自由貿易政策の元金の輸出も行われたが資源はすぐに枯渇してしまった。これは深刻な問題だった。地方経済では金が交換手段になっていたからである。対策を迫られたリワダビアは一種の中央銀行を設置して俯瞰紙幣を発行させた。国際的に当時の中央銀行の多くがそうであったようにこの銀行も国有ではなく 民間資本が経営を行った、ブエノスアイレス発の株式取引を行う、ソシエダ、エル・カモアティのメンバー。1824年に、アメリカ人のジョン・マレー・ホーブスが、ジョン・クインシー・アダムズに提出したの調査報告書にも、アルゼンチンの経済活動に、イギリスが多大な影響を及ぼしていることが、述べられている。さらに、ホーブスの報告によれば、ブエノスアイレス政府は、 イギリスとの友好関係を維持することに不信しており、最も重要な公的機関がイギリスの支配下にあることが独立宣言からも読み取ることができた。イギリスは財政的、行政的、軍事的な負担をすることなく、あたかも創始国と植民地のような関係性でアルゼンチン経済を支配しているとフォーブスは述べている。アルゼンチンには商戦がなかったが、 それも海運をコントロールしたイギリスには都合が良かった。とはいえ、当時のイギリスとアメリカが商業的なライバル関係にあったことを前提に彼の記述に見られるリオデラ・プラタのイギリス人に向けるほとんど敵意に近い嫉妬と変更を見て取らなければ彼の証言を正しく評価することはできない。マヌエル・ホセ・ガルシアが財務大臣であった1820年代半ばには新規事業や 戦費の資金調達のために政府の借金が膨らんだ。この借り入れは小売であった。悪名高いものの一つは、ベアリング兄弟会社からのもので57万ポンドを得るために100万ポンドの債務を負うこともあった。1820年代に金の価格と連動していたペソ増える手に対して、ペソパペルの価値は急速に下がっていた。1827年には33%の 切り下げを受け、1829年には再び68%の切り下げが行われた。1857年にアルゼンチンで最初に蒸気機関車を運行させたラポルテーニャフアン、マヌエルデロサスはフアンラバイエを放築し、1952年までブエノスアイレスを連邦派が支配した。ロサスはリバダビアンの政策にかなり手を加えているが、受け継ぐところは 受け継いでいでるだから彼は、保護主義的な立場から関税法を改定しつつも、港に関しては、ブエノスアイレスの絶対的支配下に置いたままで、憲法制定会議を呼びかけられても無視していた。新しい関税法によって、国内の製品に対する貿易障壁が作られ、贅沢品の輸入には、高い関税がかかるとともに、金と銀の輸出については、割り当て制となり、 関税が設けられた。しかし、この法律は国全体で見た場合には必ずしも優れたものではなかった。港が抑えられているため地方には安定した収益をもたらさなかったからである。ブエノスアイレス港を独占的に支配することについては他地方の連邦派から根強い抵抗を受けており、ついにはロサスとフスとホセでウルキーサが衝突して火星ロスの戦いまで起こった。 上記の財務的課題があったにもかかわらず、サントレイリオスは、ブエノスアイレスと肩を並べるほどの経済発展を遂げ、産業的には、塩漬け肉の加工が低迷したものの、毛織物が慎長を見せた。1860年代のロサリオのサラデーロ1838年には、新たな通貨危機が起こり、ペソパペルは34%の切り下げが行われ、1989年には、 その価値が66%も下がった。1845年には再び95%の切り下げ、1851年には40%の切り下げを受けた。ブエノスアイレスがアルゼンチン連合から分離したバレンチナ・アルシナの州知事時代は経済的には全く振るわなかった。ブエノスアイレスと連合との紛争で臨時歳出がかさみ、芝叩く間に 財政赤字は膨大な額になった。連合に参加した諸州も厳しい経済状況に直面していた。連合国の大統領であったウルキーサは新しい法律を作ってブエノスアイレスではなく連合側の港を通じて交易した方が有利になるようにした。内戦が終結したことで政治や法制度は安定するようになり安心して財産権を主張したり、 取引費用を節約することができるようになった。そのため今日のアルゼンチンを形作ったとも言える、莫大な資本と労働力がこの国に流入した。1866年には、打艦を認めて、通貨を安定させようとする試みが始まった。これによって、通貨当局が紙幣を発行できるのは金か、交換可能長いかとの引き換えが完全に保証できる場合だけに制限された。 1860年代から1880年代までの数十年間にアルゼンチン経済は総合的に見て非常に高い成果を上げており、同国の黄金時代とも言われる時期の土台作りが進んでいた。それでも独立直後から経済的に安定していたわけではない。共和国として発足してこれまでにない自由を享受しつつも、 経済的に見れば国家全体が一体となっていたわけではないからである。発展した地方もあれば、衰退した地方もあったし、さらに言えば国民間の所得と福祉には大きな格差があった。そのため1820年から1870年にかけてこの二つがどれだけ向上したかは必ずしも明らかではない。1856年にサンタフェ州のエスペランサに移民が 農業入植地を作ってからの60年間でアルゼンチンの農業の核は家畜から穀物へとシフトしていった。19世紀前半は振るわなかったアルゼンチン経済だったが1860年代から1930年までの活況には素晴らしいものがあり、いずれは南半球のアメリカ合衆国になるとさえ目されていた。この先烈なイメージと持続的な好景気を支えたのは 農産物の輸出だった。2018年の論文によれば、1880年から1929年までのアルゼンチンは輸出大国に位置づけられ、輸出景気に沸いていたが、その背景にあったのは貿易費用の低さと障壁の少なさであり、また他方ではこの国がヨーロッパやアメリカ大陸の各国が消費する多様な農産物を網羅した輸出バスケットを持っていたからでもあった。 この論文ではアルゼンチンは多国間との自由な経済体制を巧みに利用していたと結論付けている。19世紀後半はあたかもラティフンディアのように国内のあちこちで大規模な植民が進んだ。1875年まで小麦は地方の需要をまかなうだけの量を生産できておらず輸入が行われていた。しかし1903年までには国内の需要を満たし、 なおかつ1600万人を養える量にあたる273万7491.8立方メートルを輸出していた。1870年代のアルゼンチンの実質賃金はイギリスと比較して76%前後だったが2010年までに96%に上昇した。国民一人当たり GDP は1880年に アメリカ合衆国35%だったものが1905年には80%に上昇し、フランス、ドイツ、カナダに肩を並べるまでになった。1915年に撮影されたブエノスアイレスのハトイギリスが出資した港湾や鉄道システムにより、同国向けの輸出部門は特に活況を呈し、今日のアルゼンチンにおいても経済的な支柱であり続けている。 1870年、ドミンゴ・ファウスティーノ・サルミエントの大統領在任中に、アルゼンチンの負債総額は4800万ゴールドペソに達しており、さらに1年後にはほぼ倍になっていた。このような状況のもとニコラス・アベジャネーダが1874年の選挙に勝って大統領に就任した。彼の立候補を支援した人たちはアルゼンチン最初の国民政党である、 国民自治党を作り、1916年まで全大統領を自党から排出した。アベジャネーダは、負債を抑制するために必要であれば強行策も取り、1876年には、通貨の打感が一時的に停止された。翌年のインフレ率は20%近くに上がったが、GDP に占める負債の割合は激減した。アベジャネーダ政権は、 1850年代半ば以降で初めて財政収支の均衡を達成した政権だった。彼の後を継いだフリオアルフェンティーのロカの下経済状況は一層の安定を見た。1881年、副本位制を導入する通貨改革が行われ、1883年7月に実施された。金や銀を本位貨幣とする国家としては珍しいことに、 アルゼンチンの貨幣制度は、極めて脱中心的な体制だった。つまり、国家的な通貨当局が存在せず、金銀との交換に関する権限は5行あった、打ン銀行に完全に委ねられていたのである。しかし打ンが行われたのはわずか17ヶ月に、過ぎなかった。1884年12月から、打ン銀行は、紙幣の額面通りに金と引き換えることを、 拒絶するようになった。この停止措置をすぐに政府も追認した。というのも政府には貨幣制度について国家機関としての権限は全くなくそれをさせないために打てる手がそもそもなかったからである。キルメスの醸造所農業分野の収益性の高さに引き付けられて海外から鉄道インフラや工場に投資が相次いだ。 イギリスからの設備投資は1880年の2000万ポンドから1890年には1億5700万ポンドに伸びている。1880年代にはフランス、ドイツ、ベルギーからの投資も行われて一定程度の多様性が生まれ始めたが、それでもイギリスからの投資は突出して多く、外国資本の総額の3分の2を占めていた。 1890年の時点でイギリスとってアルゼンチンはラテンアメリカで最良の投資先であり第一次世界大戦が起こるまでこの状況に変化はなかった。その頃までにアルゼンチンにはイギリス国外の総投資金額の40%から50%が集中していた。イギリス市場に頼りきっていたとはいえアルゼンチンは1870年から1890年までに 毎年6.7%の輸出成長率を達成している。これも一えにアルゼンチンの複雑な地形が生み出した生産物の多様性の賜物であった。アルゼンチン最初の鉄道会社であるブエノスアイレス西部鉄道の路線約1 0トルが1854年に建設された。1885年には全長2700マイルの線路が開通した。 新たに誕生した鉄道網により広大なパンパスで育てられた家畜はブエノスアイレスに運ばれ食肉包装工場で土地区と加工処理が行われ世界中に出荷された。同時代の人間には愛国的な理由からイギリスの民間企業が専売状態にあったことに反感を持ち自国の鉄道網があまりにも輸出変更で不設されていることを嘆く者もいた。 しかし、後になって、鉄道網の初期配置は、ほとんどが国民の要望に基づいて計画されており、生産地とブエノスアイレス港との往復が、不設計画の大前提だったわけではないという説も、登場した。ブエノスアイレス港の南の船着き場に下船する、移民たち労働力が不足し土地は余っていたため、労働の限界生産量は高くなる傾向にあった。ヨーロッパからの移民は、 高い賃金に引かれて退去してアルゼンチンを訪れた。政府は1880年代後半に短い期間ながらヨーロッパからの移民を奨励して補助金を設けていたが、そんなものがなくても大量の移民が流入した。脱国の風景フアレス・セルマン政権の末期には GDP に対する負債の割合が大幅に上がり、財政状態は悪化の一途をたどっていた。 投資銀行のベアリングブラザーズはアルゼンチンとの関係が深くそこから大きな利益を上げていたためセルマン政権がベアリング系の返済不能に陥ると一転してベアリング強行と呼ばれる金融強行が起こったアルゼンチンは債務不履行に陥りベアリングブラザーズが倒産に直面する事態になって取り付け騒ぎまで起こったこの金融強行は通貨政策と 財政政策の連携不足によるもので最終的には銀行制度の破綻さえ招いた。1890年の金融強行でアルゼンチン政府には移民に対する助成プログラムを提供する資金が復定し、1891年に制度は廃止された。アルゼンチンへの貸付金額は厳しく削減され、輸入の落ち込みも顕著だった。 輸出についてはそれほど影響を受けなかったが、輸出額は1889年をピークに、1898年まで最高額を更新することはなかった。セルマンの後を継いだカルロス・ペリグリーニの時代には、1899年に打漢が復活し、その後の安定と成長を取り戻す基礎が築かれた。彼はまた中期的な視野で銀行が安定を取り戻す。 ための改革も進めている。そして高い成長率が再び始まった1903年から1913年に GDP は年率7.7%で増加し、工業は9.6%とさらに急速な成長を見せた。アルゼンチンは1906年まで2890年のデフォルト時の債務残高をすべて解消し、その1年後には国際債券市場に 再び参入した。1853年から1930年までに生じた不安定な財政状況もまた一時的な現象だった。1873年から77年、1890年から1891年の景気交代はどちらもむしろ工業部門が大きく成長するために決定的な役割を果たした。八百七十年代には穏やかながら、 1890年代には、より顕著に、景気悪化が起こるたびに輸入代替による貿易収支によって、経済の立て直しを図ろうする動きが起こり、工業部門が伸びた。1914年までに、アルゼンチンの労働者のおよそ15%が、製造業に従事していたの対して、商業活動に従事していたのは20%だった。1913年に、一人当たり所得は、 フランス、ドイツと肩を並べ、イタリアやスペインのはるかに上回っていた。この年の末に、アルゼンチンの金保有量は五千九百万ポンドで、これは、世界全体の貨幣用金の三点七パーセントに相当し、世界の総生産に対しては一点二パーセントに当たった。UF の作業員たちアルゼンチンも諸外国同様に、第一次世界大戦が勃発して、資本や人、 物の流入が停滞すると景気が悪化し始めた。外国からアルゼンチンへの投資は完全にストップし、その後も完全に復活することはなかった。イギリスも大戦中にアメリカ合衆国から巨額の債務を負い、以前のような規模で海外に資本輸出はすることはなくなった。1914年にパナマ運河が開通して以降、 アルゼンチンだけでなくコーノスール諸国の経済が衰退していき、同時に投資家の目もアジアやカリーブ海に向けられた。アメリカ合衆国は大戦を経て政治的、経済的な超大国として君臨したが、特にアルゼンチンを世界市場に対する潜在的なライバルとみなしていた。ブエノスアイレス証券取引所も民間の投資銀行もすぐにイギリス資本の代わりが 十分務まるほど育ってはいなかった。結果的に運用可能な資産は次第に一箇所に、つまりアルゼンチン国立銀行に集中し始め、金融システムとしてはレントシーキングに弱い環境が生まれた。1914年以降、国立銀行には再割引きと不良債権が着実に増えていき、バランスシートが悪化していった。これは他の銀行や民間企業へ、 炎顧主義的な貸し付けが行われた結果であった。再割引の際にも、懲罰的な金利でどんどん貸すべきだという、バジョットルールにならわず、純粋な最終的貸してとしては機能しなかった。その代わり、不当たり手形も担保にするなどして、民間の銀行のリスクを減らし、顧客の定期預金に設定していた利率よりも低い4.5%で、キャッシュを貸し付けていた。しかし、 それでもアルゼンチンが近隣諸国と違ったのは1920年代を通じて比較的健全な経済成長をする下地ができていたことだった。ブラジルやチリなどのように国際的な物価の下落にも影響を受けなかったのである。アルゼンチンは近本位制についてもヨーロッパ諸国のほとんどが廃止する中で採用を続けていた。 1929年の時点で自動車の所有率は南半球で最も高かった。あらゆる意味で成功を収めたアルゼンチンだったが、1920年代になってもイギリス、ドイツ、アメリカ合衆国と比較すれば工業国であるとは言えなかった。その大きな障壁になったのが石炭や水力といったエネルギー資源の不足であった。 1907年に油田が発見され、敷くが繰り返されたが、結果はかんばしくなかった。ラテンアメリカで最初の国有石油会社であるヤシミエントス、ペトロリフェロスフィスカレスは、1922年にパブリックカンパニーとして設立された。ユーフは生産した石油の51%を管理し、残りの49%は民間の手に委ねられた。 輸出品の中でも特にイギリス向けの冷凍の牛肉は1870年代に冷凍戦が発明されて以降は非常に利益率の高い商品であった。しかしイギリスが1920年代の後半に輸入肉に対して新たに規制を設けたためアルゼンチン産の牛肉の輸入は激減してしまった。そのため牧場経営者たちは畜産から 公主農業にシフトしていったが、これが景気となって、アルゼンチン経済が負ったダメージは容易には回復しなかった。レティーロに建てられたスラム街、失業者団地の失業者たちアルゼンチンは、世界恐慌の影響をそれほど受けなかった。失業率も10%を超えることはなかった上に、景気も1935年には大方持ち直した。しかし、恐慌によって、 経済拡張が止まってしまったという意味ではこの国に恒久的な影響をもたらしたと言える。実際、発展途上国が大抵そうであったように、アルゼンチンの経済は物価の低迷を受けて、すでに1927年には下降が始まっていた。デモで発生したブエノスアイレスの交通渋滞1929年12月には、金本位制が廃止されるが、 世界全体を見渡せば早い段階での決定だった。アルゼンチンはそれまでも打管局をほぼ常設して、ペソと金の交換価値の維持を目指すカリンシーボード制を採用していた。ペソの切り下げによって輸出における競争力は高まり、国内産業の保護にもつながった。しかし、 アルゼンチンの輸出額は1929年の15億3700万ドルから1932年には5億6100万ドルに落ち込んだ。しかも後の時代も含めれば、これが最大の落ち幅というわけではなかった。大強行を受けて、政府はアルゼンチンを農業と同様に工業においても、自給自足できる国に変貌させる政策を推し進めた。この成長戦略は、 最終財に対する関税と輸入割当ての強化を行う輸入代替をベースにしていた。このプロセス自体は19世紀後半から急速に進んでいたが、大恐慌がそれに拍車をかけたのである。政府が工業の成長を奨励したため、投資対象が農業分野ではなくなり、農業生産は劇的に減少した。1930年の軍事クーデターにより、 急進市民同盟は政権の座を追われ、経済状況はむしろ改善したが、政常不安は高まった。1932年、アルゼンチンは移民に対して入国前に労働契約を結ぶか自らの経済基盤について証明することを求めるようになった。世界経済がブロック化していく中、1933年のロカランシマン協定によってアルゼンチンは一時産品の 輸出先としてイギリス市場を確保したが、イギリス帝国特計関税の不公平性差とイギリス国内のデフレーションの影響で、イギリスに対するアルゼンチンの輸出量はわずかに減少した。大恐慌が原因で失業数は増加し、社会に動揺を生んだ。1930年代には急発展した工業も次第に成長が鈍化した。こうした経済状況の中で、 国内でも地方から都市部、特にブエノスアイレスに食を求めて人の移動が起こった。都会の労働者階級が先頭に立ち、1937年の大統領選挙を前にして暴動を繰り返した。昔ながらの農産物の輸出は第二次世界大戦の勃発により停滞し、その後も勢いを取り戻すことはなかった。 職業訓練校公共サービスの国有化を訴える第一次後加減計画のプロパガンダポスター1943年の軍事区、データ後、それを主謀した統一商工団のメンバーだったフアンペロンは労働副市長長官となった。1946年の大統領選挙では労働者たちに土地と所得増、社会保障を与えることを公約して圧倒的な勝利を収めた。 ペロンは強力な労働組合である労働総同盟の設立に尽力し、労働者たちも彼の元に集って結束してため組織は拡大していった。ペロンはアルゼンチンをコーポラティズムの国に変貌させ、国内では強力な利益集団として結束した労働者たちが地位と財源を求めて交渉を行った。この時代にアルゼンチンは ラテンアメリカでも最も中産階級の層が厚い国となった。初期のペロニズムは輸入代替により工業化を目指す戦略が実行に移されたという意味で、マクロ経済的には激動の時代であり、二国間、貿易、為替管理、二重相場などを最大の特徴とする。1947年を起点に国家カトリシズム運動とたもとを分かったペロンは、 サハロ戦に火事を切り国家による経済統制が次第に進んでいったそのため主にインフレ税を財源として国有財産が増加したほか市場介入や国民統合の高度化などが図られた富の再分配やポピュリスト的政策への予算支出を増やすために拡張的な財政政策が取られインフレが進行したペロン政権は戦時の予備財源を使って 1952年には、対外債務を完全に解消している。この年の末に、アルゼンチンは50億米ドルの再建国となった。1946年から1948年に、フランスとイギリスが所有していた鉄道も国有化され、既存の鉄道網が拡張されて、1954年に、総距離は12万キロメートルに達した。 さらにアルゼンチン貿易促進委員が設置されて、商品輸出をはじめとした貿易の管理が行われた。ペロンは輸入品に関しては徹底した保護主義的体制を敷き、アルゼンチンを国際市場からほぼ完全に遮断した。1947年には国有企業の成長を柱にした第一次後、可燃計画を発表している。保護主義的政策を取ったために、 国内市場型産業が育ったものの製造コストは高く海外市場での競争力は皆無だった。この頃に輸出の主力であった牛肉と穀物の生産が低迷した。1940年代後半に穀物の価格が世界的に下落しても貿易促進員は生産者に真実を伝えず閉塞感が強まった。こうした状況にもかかわらず、 再建国であるアルゼンチンが保護主義を継続したことで国内市場は急激に成長した。例えばラジオの売り上げは600%、冷蔵庫の売り上げは218%に増加している。第一次5カ年計画中には国会インフラの近代化を目指して様々な公共事業が計画され実行された。例えば水力発電所は合計で22基が建設され、 発電量は1943年の4万5000、クバから192年には35万クバに増加した。1947年から1949年には、ガスの輸送網が整備され、コモ道路、リバダビアとブエノスアイレスをつなぐパイプラインが建設された。供給量は1500万立方メートルに達し、コストは3分の1に激減した。この時期に、 アルゼンチン経済は概ね成長を維持していたが、世界全体やブラジル、チリといった隣国と比較すると遅れが目立つようになっていた。原因として考えられるのは時として、不条理なまでに細かい規制であり、そうした規制が頻繁に変わることが何度もあったからであり、経済活動には閉塞感が生まれた。長期的に言えば、法律を軽視する感覚が共有されていき、国民は、 法律が財産権を行使するための手段ではなく、暮らしを立てるための生涯にすら移るようになった。国内産業の保護、農業から工業部門への所得の再分配、経済への国家介入の強化などが合わさって、芝叩たたく間にインフレが進行した。1950年にはアルゼンチンの国民一人当たり GDP はアメリカ合衆国のほぼ半分になっていた。 1952年の第2次五可燃計画では、工業以上に農業生産を推進するものだったが、過去に達成した工業の発展と高賃金により、農産品に対する国内需要はそもそも高まっていた。1950年代に牛肉と穀物の生産量は上向きにならず下落し、アルゼンチン経済は打撃を受けた。農業生産を重視する政策にシフトしたことで、 所得の分布にはギャップが生まれており、農業従事者のほとんどが猫の額ほどの土地で農業を営む中で国土の大半を占めるのは少数が所有する広大な辞書だった。アルゼンチンはイギリス、ソビエト連邦、チリと貿易協定を結び国内市場をわずかに解放した。この頃のペロンの経済政策はアルゼンチンの農業における比較優位の利用を模索するものであった。 国民一人当たり GDP で見た場合、アルゼンチンは1965年までは近隣諸国よりも優秀であった。1950年代と60年代の初めに、アルゼンチンの経済はラテンアメリカ諸国と同様に低成長に甘んじていたが、世界全体では未曾有の後継期に湧いていた。この時期は根強いスタグネーションを解消できず、社会統合にもほころびが生じた結果、 経済は収縮傾向にあった。1961年にクレメンティナと名付けられたフェランティ・マーキュリーにはアルゼンチンで最初に稼働したコンピューターである。1950年から賃金は上昇し物価を押し上げた。しかしインフレ率の上昇が激しく実質賃金はすぐに低下した。政府はインフレの安定化を迫られ、緊縮的な金融政策、 公共支出のカット、増税と公共料金の値上げなどを実施した。1950年代には年を追うごとに国家経済が疲弊していったことが決め手となり、1955年にはリベルタドーラ革命が起こってペロンは権力の座を追われた。当時の労働者階級は生活品質の悪化を体感しており、かつての支持者の心はペロンから離れていた。 1958年の大統領選挙では、アルトゥーロ・フロンディ氏が地滑り的な勝利を収めた。同じ年に、フロンディ氏は、石油闘争の開始を宣言している。これは、新たな輸入代替の試みで、複数の国外企業と契約して、石油の採掘と生産を行い、石油製品の自給自足を目指す計画だった。 1960年には、ラテンアメリカ自由貿易連合が発足し、アルゼンチンもこれに参加した。1966年6月には、アルゼンチン革命と称する新たなクーデターが勃発した。フアン・カルロス・オンガニーヤが権力を掌握して、経済政策のトップに、アダルベルト・クリーガー・バセナを任命した。クリーガーの施策は、経済成長の過程で公共部門が、 積極的な役割を果たすことを高く評価し、国家がマネーサプライ、賃金と物価、民間部門への銀行の貸し付けをコントロールすべきだとするものであった。1969年のロサリオの暴動風景、景気悪化と独裁政治に対して抗議活動、ストライキ、暴動が発生した。クリーガーの在任中に資本の集積と集中が進み、同時に、 主要な国有企業の多くが民営化された。国際金融機関はこの計画を手厚く支援し、経済成長は途切れず続いた。GDP は1950年代には平均で3.2%上昇してたのに対し、1966年から1970年までに5.2%の成長を見せた。1966年以降はそれまでの政策から、 大きく路線を変更して競争や生産性向上、海外からの投資を促進しつつ、インフレを抑制する計画が発表された。この計画の柱になっていたのは名目賃金と給与の統制だった。インフレ率は1965から67年の約30%から1969年の7.6%と急低下した。失業率は上がらなかったが、 実質賃金は下落した。政権を握る軍部の間で貿易政策が失敗を迎えつつあるという認識が浸透していき、ついに政府は輸入代替が実験として失敗であったという宣言を出して保護主義的な障壁を撤廃するとともに世界市場への経済の開放を目指した。新たな方針の下で輸出額が急増する品目もあったが、そこには明らかに 自国通貨に対する過信があり、輸入品によってはあまりにも価格が安く、国内産業は打撃を受け、逆に輸出品の多くは価格が高すぎて、世界では競争力を欠いていた。そのため、経済政策当局は、過去の政府が取った為替相場政策を打ち切り、30%の通貨切り下げを断行した。1970年、非常に長明であった通貨の 人民ペソは100対1で新通貨、ペソレイに切り替えられた。1969年5月、クリーガーの経済政策に対する不満が爆発して、コリエンテス、ロサリオ、コルドバで暴動が発生した。クリーガーは罷免されたが、オンガニーや政権は代わりにどういった経済政策を取るかについて、意見の一致を見なかった。1970年にはもはや現行の、 賃金水準を維持できなくなり、負の賃金、物価スパイラルが進行していく。経済活動の鈍化が始まり、輸入代替による工業化も息切れしたことで、都市部への人口流入は減速した。国民一人当たりの所得は下落し、生活水準も下がった。1973年にはペロンが大統領に返り咲くが、この3度目の政権は、 拡張的な金融政策を特徴としていたため、結果的にインフレは制御不能なほどに進行した。ペロンは在任中の1974年に亡くなった。1975年から1990年にかけて、一人当たり実質賃金は20%以上、下落し、ほぼ30年にわたって遂げてきた経済発展の蓄積を吹き飛ばした。 製造業は1970年代半ばまで途切れることなく発展を続けていたが、それも加工の一途をたどり始めた。国内産業の多くは保護主義のもと国家的な支援を受けることに依存しきっていたが、この時期に急激に生産量が落ち込んでいる。1990年代初頭の時点での工業発展の水準は1940年代と同程度になっていた。 1975年のロドリガソ以降、インフレは急激に加速していき、アルゼンチンの通貨はデノミネーション味を繰り返した。1970年代初めに、アルゼンチンの一人当たり国民所得はメキシコの2倍、チリとブラジルの3倍以上あったが、1990年の時点で他のラテンアメリカ諸国との所得差ははるかに小さくなっていた。 1975年にイサベル・ペロンから任命された経済省セレスティノ・ロドリゴのもとロドリガソと呼ばれる経済政策が始まると急激なインフレが進み1975年から1991年までにインフレ率は平均して年に300%にも達し物価は200億倍になった軍事独裁政権下の経済省、 コセ・マルティネス・デオスが実験を握る頃には、インフレは年率で5000%に相当し、生産高は急激に減少した。1976年に輸入代替の時代は終わり、輸入障壁が緩和されるとともに、対外借款についても規制が緩められ、他国の通貨に対するペソの価値の底支えが行われた。しかしその結果明らかになったのは、 ペソは過大評価されておりアルゼンチンは、積年の構造的な問題を抱えているということで、あり、その結果国内企業は、外国からの輸入品に対して競争力を持っていないということであった。そのため、資本市場の自由化を見据え、アルゼンチンを世界的な資本市場とより、実際的に結びつけることを目指して、財政改革が進められた。 1976年から1978年までは比較的安定した時期だったが、それ以降は財産赤字が再びかさみ始め、対外債務は3年間で3倍になった。こうした赤字が足かせとなって工業の発展は遅滞し、社会的流動性も高まらなかった。1978年から為替レートの下落を調整するために、 クローリングペック方式が採用され、タブリータと呼ばれる前時的な通貨の切り下げの予定表が組まれ、その告知が行われた。政府がデフレ対策にコミットしていることが経済主体に伝わる環境を作るため、この告知はローリング方式で行われた。1980年の終わりまでにインフレ率はゆっくり下がって100%を下回った。 しかし1978年と1979年には一貫して為替の切り下げよりインフレの進み方の方が上回ったため実質為替レートは上昇した。このペソの課題評価が最終的に資本投資と財政破綻へとつながることになる。政府支出の増加、賃金の大幅な上昇、生産性の低迷により1980年代は 慢性的なインフレが進み、短期間ながら、年率で1000%を超える瞬間さえあった。当時の政権は、賃金と物価を統制して、公共支出をカットするとともに、マネーサプライを減少させて、インフレをコントロールしようとした。しかし1982年には、イギリスとの間に、マルビナス戦争が勃発し、インフレを食い止めようとした政府の努力も無に返した。 1982年8月にメキシコが対外債務の返済不能を宣言すると同じように深刻な債務危機を抱えていたアルゼンチンは国際通貨基金に経済支援の打診を行った。当時アルゼンチン経済は昇降状態にあったため翌83年8月に IMF の職員がブエノスアイレスを訪れて調査を行ったところ 様々な問題が山積していることが分かった。国会予算と国際競争力の両方に影響を与える賃金が制御不能状態にあることが特に問題視されて支援計画はついえた。インフレでペソが加速度的にその価値を失っていたため政府は1983年に新たなペソアルフェンティーノを導入してい 1, 1万の比率でデノミを実施した。 アルゼンチンの輸出額1983年12月、ラウル・アルフォンシンが大統領に選出され、軍事独裁にはピリオドが打たれた。アルフォンシンの下で IMF との新たな支援計画の交渉がスタート、したが身を結ばなかった。1984年3月には、ブラジル、コロンビア、メキシコ、ベネズエラから3ヶ月で3億ドルの融資を受け、その後アメリカからも、 同額の融資を受けた。これによってアルゼンチンはキューバをしのぎ、1984年9月の後半に IMF と支援計画に関して合意に達した。1985年には信用を失ったペソに代わってアウストラルが導入された。1986年には数ヶ月の間、債務の返済不能に陥り、アルゼンチンは 融資を受けている銀行と債務について再交渉を行った。1986年と1987年にはアウストラル計画が立ち消えとなり、経済政策は大規模なオフバジェットの支出と緩和的な金融政策によって骨抜き状態にされて IMF の支援を受ける条件であった。緊縮的な財政からは大きく外れる事態になった。 1987年7月には新たな計画について IMF と合意に達したが、それも結局1988年3月に破綻した。政府の次の動きは1988年8月に主導したプリマベラ計画だった。これは非主流派経済学的な政策パッケージであり、財政再建に寄与するところはほとんどないと予想されていたため、 IMF はアルゼンチンに対する融資の再開を拒絶した。計画は開始から6ヶ月後についえ、ハイパーインフレが発生した。ウォルマートやカルフールといった多国籍的な小売チェーンは、1990年代初めにはアルゼンチンの主要都市に店舗を展開していた。1989年5月にペロニストであるカルラスメネムが大統領に当選した。 GDP の16%に達した政府債務を見据えてメネムは就任直後から財政再建を推し進めるショック療法的政策を打ち出した。189年11月には IMF との新たな非常時の融資計画について強引に達したもののやはり中途半端に終わり続けざまに年に12000%に及ぶハイパーインフレーションがこの国を襲った。 1980年代の後半に公営企業の破綻が相次いで以降民営化が強力に推進された。メネムは2つの銀行を残して国有になっているあらゆる事業をほぼ民営化したがサービスについて言えば向上したということに議論の余地はない。例えば通信事業の民営化以前には新たに電話回線を引くの20年以上待たされることも珍しくなく 電話が使える住宅は、流通市場では大変な付加価値を持っていた。それが民営化されると、待機期間は1週間を切るまで短くなった。投資が進んで、農場や工場、港湾は近代化し、生産性も向上した。しかし例外なく、労働者の大幅な解雇が待っていた。さらに民営化の過程で、汚職が行われた形跡もたたみ受けられた。 極端な言い方をすれば民営化された会社は私による河川企業になっただけだった。料金はアメリカのインフレに補調を合わせてアルゼンチンの物価が下落している最中にも上昇した。1991年に経済大臣のドミンゴ・カバロはアルゼンチン経済の加工を跳ね返すために貿易の自由化に代表される自由市場改革に着手した。 1992年1月1日には通貨改革によってアウストラルが1万対1でペソに置き換えられた。この改革を進める上で重要だったのがカレンシーボードで法律も整備されてペソは同じ額面のドルに相場が固定され供給量はハードカレンシーであるドルの準備高と同水準に抑えられた。これは後から切り下げができないという意味で アルゼンチンにとってはリスクのある政策であった。思考からしばらくしてインフレは収まりを見せた。切り下げのリスクも少なくなったように思われたことから国外からの投資も進んだ。GDP 成長率は大幅に上がり、雇用総数も1993年半ばまで着実に増大した。しかし1994年の後半には経済はスローダウンし、 失業率も10%から12.2%に上がった。この時点でアルゼンチン経済はすでに軽い不況を迎えていたが、1994年12月にメキシコが通貨危機に陥ってメキシコペソが切り下げされると経済状態の悪化は著しいものになった。経済活動は4%収縮し多くの銀行が破綻した。労働人口は 増加を続けていたが、総需要の減退とともに就業者数は大幅に減少し、失業率は6ヶ月で6%以上も上昇した。しかし、政府の対応は悪くなかった。所要事故資本など銀行に対する規制を強化して引き締めを行い、海外銀行が体力の劣る地方銀行を買収することを促した。景気はすぐに回復し、 1996年から1998年に経済生産高度雇用は急激に改善して失業者数も顕著に減少した。しかし1999年の初めにはブラジルが通貨危機を迎えて、レアルが大幅に下落した。アルゼンチンの経済は1999年に4%の収縮を見せ、失業者数は再び増加した。 輸出額は1991年の120億ドルから2001年の270億ドルと増加したが、特にブラジルの通貨危機以降に、海外で競争のできる産業は多くなかった。強力に通貨を管理するカレンシーボード制の下で、貿易収支は1992年から1999年までに220億米ドルの累積赤字になっていた。切り下げはできないため、 アルゼンチンにできることは物価が下落した時に国際競争力に恵まれることだけだった。不景気に伴ってデフレが起こり、賃金は下落して失業者数は増加した。金利は高止まりし、銀行のドル建て融資の利率は25%にも達した。GDP に占める政府支出は1995年の27%から2000年の30%に増加した。 貧しい地方によっては、公共事業か砂糖のような生産性の低い産業に依存しており、貿易を自由化しても競争力などなかった。社会不安を抑えるために、知事たちは人件費を釣り上げた。年金の未納率が上昇していたため、1994年から政府は年金制度改革に取り組み付加方式から、個人口座への積立方式に移行していたが、 その費用は2000年の時点で GDP の3%に達していた。2010年代後半のアルゼンチン通貨危機参照。アルゼンチンのアメリカの一人当たり GDP に対する比率。アルゼチン経済は20世紀に目覚ましい発展を遂げながら、その後に正反対の交代を経験した。そのユニークさゆえに数えきれないほどの論文が書かれ、 その衰退が止まらなかった原因について分析が行われてきた。ノーベル賞経済学者、サイモン・クズネッツは世界には4種類の国がある。先進国と途上国、日本、そしてアルゼンチンだと言ったとされる。D. テラザ・モルマンによれば、アルゼンチンとオーストラリアやカナダのような移民国家の大きな違いは、フロンティアが完全になくなり国土の拡大が止まるまでに、 携帯を埋め合わせるだけの大対策を見つけられなかったことにある。ソルベルグはカナダとアルゼンチン、それぞれの政府の土地分配に関する政策の違いに着目した。ソルベルグによるとカナダの政策が小規模農家を大量に生み出したのに、対しアルゼンチンの政策は広大な土地を所有する地主を少数生み出す結果になったという。ダンカンホーガティは オーストラリアの政治が安定的かつ柔軟であったのと対照的にアルゼンチンの統治がずさんであったことが重要な違いだと論じている。プラットディーテラは様々な地域から移民が到来して異なる政治的伝統が持ち込まれたことに注目している。ディアス・アレハンドロはオーストラリアのような非開放的な移民政策の方が比較的労働力が不足しがちで生産性が 向上することを示している。90年代にはテーラーがアルゼンチンは比較的従属人口指数が低く人口転換が遅かったことを指摘し、それが貯蓄率の低さをカバーする外国資本への依存につながったと論じている。1930年以降、輸入代替という産業政策を原因とする相対的に高い資本財価格によって資本蓄積が阻害されたが、 これも輸出主導型成長を遂げたカナダとは対照的である。資本財の相対価格が高くなった背景には、その他にも複数合わせ相場制度、外貨のブラックマーケットの横行、自国通貨の切り下げ、高い関税などの歪みが挙げられる。その結果、資本集約度が低くなり、労働生産性の低迷を招いた。アルゼンチン経済が歴史的後退をした最大の要因は、 一言で言えば、その制度的枠組みにあると考えられている。マクロ経済学的に言っても、アルゼンチンは大強行までは、非常に安定し堅調な経済成長を遂げていたが、強行が起こってからは、極めて不安定な国の仲間入りをしてしまった。ありがとうございます。